高だった。着いた。おお。これが川水ですか。テンション上がってきた。キラルクや。ネコテールキャット。うん、ありがとう。あ、これすごい。どうやってんのこれ。プロジェクトマッピングすごくね。おお、やべえやべえ。やべえマジで。やばくね。やばくね。ヤマメ。おお。いいね。お父さんのこと、お母さんのためのやつ。これ卵じゃない？これ。まあ、やりだな。やり？シリーズすごい絶対あるもんね。この風呂のタイルも半端ないぞ。これいい演出だよ。いや、奥に本当にビクがね、ビクこれ普通に配線が。演出が素晴らしいよ。後ろのビクと野球ボールと雑草が入って、ね、雑に根っこ出ちゃってるもんね。瓦を再現してる。素晴らしい。水槽の外側がすごいこだわりを感じるね。やばすぎ。これはマリノスかあるね。あれだよ、トップさん早いじゃん。やばい。親にらみとかいるし。嘘。どこ行った？これインダの天敵が鳴いてんじゃん。あ、いるよ、いるよ。キジバトが。だって六神経じゃないの？違う。あ、似てるな。あ、違う。気がついてない。でけー。あ、出てた。でかい。あ、かっけえ。かっけえ。ちょっと待って。ブリブリやん。お、やべえ。あ、オスだ。繁殖期のオス。これタナゴ？この水槽欲しい。タナゴ？うん、タナゴ、タナゴ、大陸バラタナゴとカネヒラだね。うん、メダカめっちゃいいんじゃん。お、餌だと思って寄ってきてるよ。インダのとこにみんな。かっこよ。やべえな、マジで。めっちゃいいんじゃん、イモリ。あ、めっちゃいる、めっちゃいる。メダカとイモリやった方がいいな。うん、やばくね。やばい。いいな。うわ、ずっと見てるな。この水の落とし方も気泡が綺麗だ。うん、普通にすごい。あ、インドヒラマキが入っちゃってる。めちゃくちゃ増えてる。うん。お、マジ？ご飯取ってご飯。早く早く。しゃがめ、そのまましゃがめ。おお。今んとここの水槽一番テンション上がってるから。こんなに幅出んの今。やばい。やばね。やばい。大喜びしてる。大喜び。登れないよ。ランニングマシンみたいな感じ。
尻尾の付け根太すぎん。うわやばいこれ。これやばい。あゆじゃん。見ろ。この岩んとこガン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 体当たりしながら餌食ってんだよ。見てる。ほら。苔？あ、歯が川の横についてる。へえ。わかる。への字口みたいになってて。うんそうだね。それを体当たりして苔を削って。あ、そうなんだ。そう。だからあゆがいる川は石見ると。うん、歯跡っつってこういう鹿のひづめみたいな跡がいっぱいついて苔食って、あれ全部苔食べて飯食って、鹿のひづめみたいに削るのね。うん、歯跡っつって、ほらじゃこの鮎絶対おいしいでしょ。あ、これ歯跡、うん、こうやって、へえ、苔を食べた跡がこれつくの。アユのいる川は透明なの見てます。しかも何潜ってるのこれ。うわ、アユいいな。水槽で見るアユもなかなかかっこいいな。上に潜れるようにここ砂にしてあるんだ。そうだ、レキと砂で。シルも入ってる。これレインボーフィッシュの生きてる。いるよ。もともとレインボーフィッシュも海水から淡水に進化して年数が浅いの。あれな、いや、サイアミーズフライングフォックス、うん、それアマトネマエビで、ネオンドワーフレインボーとポポンデッタフルカタっていうのが入ってる。多分3種類だと思う。ニューギニアレインボーはいないはずだから、ね、見てる、うん、ポポンデッタだけだね。3種類、オデッサバルブ、香港プレコ、谷登り、フィッシンググラミーっていうのは、これもうちょっとでかくなんだけど、見ての通りこの唇で お互い噛みつき合って口同士で、マジ、それで優劣を競うからチューしてるように見える。でキッシング、キス、このグラミーでかくない？まあ、そうだね、ちょっとロングフィンになって気味だね。ロングフィン、でパールグラミー、チェリーバルブ、ジュリーバルブはオスが真っ赤で、うん、メスが地味なの。うーん、これがオスで奥がメス。うーん、綺麗だね。うん、気が荒いから結構むずい。一周してこれる。これはマラウィだね。ムブの後これも悩んだね。2メーター水槽すごい面白い。赤背景すげえ綺麗だな。めっちゃ黄色いのカエルレウスね。違うよ、日本語じゃねえよ。これスキアイノグロミスフライエリっていうのがアーリーってやつ、俗に言う。うわ出たー、タンガニーが、あ、反則してる。いや、あ、これ、あ、うん、これだってブリチャージじゃん。あ、そうだね、うん、てかブリチャージこんな大きくなんだね。なるよ。この黄色いの何、このレレウピ、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 ネオランプロローグスレレウピー、ネオランプロローグスブリチャージ、ナレアトロフェウスモーリー、モーリーデフロントーサ、モーリー、うん、そうだね。巣立ち前に繁殖継ぎして兄弟が守る。あ、これ兄弟、兄弟、あ、先に生まれた稚魚が、うん、普通食うじゃん、うん、兄弟だろう、うん、でも一緒になってお世話するから、大家族でこうやって、え、魚食性じゃねえの。いや、もう雑食で、動物食寄りの雑食なのこの種類。けどあれタンガニーカゴってまた隔絶された狭い空間で進化繰り返してるから、そのお互い仲間で食い合っちゃいけないっていう進化を遂げて、これが一家族、二世帯なんだ。そう、二世帯どころじゃない、ここにもう一機上がいるじゃん。大小さまざまな兄弟たちが一緒に子育てするから生き残りやすいよっていう。あっちでも繁殖してる。だから本当だ、あっちでもいる。おじさんおばさん、おいっ子めいっ子を育てるわけ。だからあっちゃこっちゃで繁殖して集団で守るから、でかいフロントオーサが奥に追いやられるっていう。なるほど。俺これ2メートルでやろうかと思って。でうまいことガラスの手前の方でやってんだ。そう、ここで組み合わせ、これ自分で掘ってっから、うん、
この水槽いいね。はい、みんな持ち上げなければ何もしない。持ち上がった瞬間いきなりさ、みんなガッと注目だ。動いた動いた。みんなが動かす。アノマロクロミストーマシー、フェルビカクロミスプルケール、ライオンヘッドシクリット。あ、ねえねえ、なんかいるよ。レッドジュエルシクリット。いや、そこ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 。アニオン、レッドジュエルシクリットの奥。どれ、あ、そこそこ。シノドンティスなの。シノドンティス。シノドンティス。アフリカの名前なんだけど、あいつもタクランするよ。これやるしかないでしょ。招待にコイン入れる久しぶりなの。頼む、赤原。お、え、これ来たっすよ、これ。マジで赤原。マジで。いや、俺赤原来たじゃん。え、いいな、いいな。ちょっと待ってね。あ、違うかな。お、ほら、奥ほらや。すげえ、しかもマグネットじゃん。本当だ。いいな。車に貼り付けるね。いいな。あれ、赤原いなくなった。マジか。引きいいね。